久留米市田主丸町の田主丸中央病院で開かれた防水壁の観光式で、鬼塚院長は防水壁で地域を守りたいと決意を述べました。田主丸中央病院は災害時にも傷病者を受け入れる災害拠点病院に指定されていますが、去年7月の記録的な大雨で1階部分が浸水し、医療機器などが水没する被害を受けました。その対策として病院の敷地の周りに高さ 1.6 メートルの防水壁を設置しました。今日は水害を想定して手術室などに止水板を設置する訓練も行われ、職員らが手順を確認していました。